どうも皆さんこんにちは、こんばんは。今回は前回の動画でも言っていた久しぶりのモンハン動画またやっていきます。今回は先日追加された歴戦をネルギガンテのオーグガンマシリーズの防具の性能を見ていこうと思います。なのですでにもうこのオーグガンマシリーズ全部作ってるっていう方も多いと思います。そういった方はもう新しい情報とか全然こうないんですけれども、自分と同じようにこの歴戦をネルギガンテで復帰してきた人とか、まだ作ってなかったっていう方はよかったら一緒にチェックしてもらえたらと思います。ということで早速性能を見ていきます。はい、ということでこちらが全部オーグガンマシリーズ装備した状態です。まず防御力については何も強化していない状態で、合計防御力が360で、合計の属性の耐性などは非耐性、水耐性と、そして氷耐性が全部5ずつで、雷耐性と竜耐性はマイナス15ずつになっています。このあたりは普通のオーグのアルファやベータと一緒ですね。各部位ごとの防具の性能は、まず頭の部分でオーグヘルムガンマ、防御力はレベル1の状態で72で、スロットはレベル2のスロットが2つついています。非耐性、水耐性、氷耐性が1ずつで、雷と竜耐性がマイナス3です。装備のスキルはスタミナ急速回復がレベル1、挑戦者のレベル1ついています。続いて銅の部分がオーグメールガンマ、スロットの部分がレベル3とレベル2スロット、そしてレベル1スロット、それぞれ1つずつついています。そしてスキルについては渾身のレベル1です。そして腕の部分のオーグアームガンマ、スロットがレベル2スロット1つとレベル1スロット2つとなっています。スキルは破壊をレベル1と攻撃のレベル1となっています。腰がオーグコイルガンマ、スロットがレベル3スロット1つとレベル1スロット1つです。スキルが渾身のレベル1と挑戦者のレベル1となっています。足がオーググリーブガンマ、スロットがレベル2スロット2つです。スキルは攻撃スキルレベル3となっています。装飾品も5石もつけていない状態で、オーグガンマシリーズ全部つけた時のスキルがこういった感じになっています。まずシリーズスキルの加速再生が発動しています。そして通常のスキルでは攻撃のレベル4、挑戦者のレベル3、渾身のレベル2、超会心のレベル1、破壊王のレベル1とスタミナ急速回復レベル1となっています。ということでこちらがオーグガンマシリーズの防具の性能だったんですけれども、今までのオーグのアルファベータの時と同じようにやっぱり攻撃スキル中心になっていて、それがさらに強化された感じですよね。足の部分はレベル3の攻撃スキルが一つの部位で発動して、さらにスロットがレベル2ついているので、これとかめちゃくちゃいろんな装備でも使っていきそうですよね。そして一つだけこのオーグガンマシリーズ全身につけた状態で装備作ってみました。まあ一個あくまでなんかこんなもんあるんだみたいな感じで見てもらえたらと思います。まず全身のスキルについては、まあいつも通りシリーズスキルの加速再生が発動しています。そしてスキル、通常のスキルでは攻撃のレベル4、見切りのレベル4、そして自分はもう基本的に歴戦個体とか歴戦王とかと戦うときには体力増強をつけているので、体力増強レベル3を発動させています。攻撃特化の方からするとちょっとこう効率悪いみたいな感じで感じられるのかもしれないですけれども、自分のスタイルは体力増強は必ずつけてなるべくしてないようにしています。そして次のスキルでは超会心のレベル3、弱点特攻のレベル3、挑戦者のレベル3、渾身のレベル3、破壊王のレベル1とスタミナ急速回復のレベル1、そして今回武器にはガイラソード火を装備しているので、まあ、その時に合わせて無属性強化1個つけています。装飾品はまず武器に今回ガイラソード火装備したので、レベル3スロットのところに超神獣1つと、頭のところのレベル2スロット2つ合わせ3つに超神獣つけてみました。で、銅のところのレベル3スロットには無撃銃1つで、もう1個には、レベル2のスロットがあるので、今回は挑戦者の装飾品つけています。余ったレベル1のスロットには達人銃1つつけています。そして腕のところにはレベル2スロットが1つあるので渾身銃つけています。そしてレベル1スロット2つには達人銃つけてみました。で、腰のところのレベル3スロットと足のところ合わせ3つに突撃銃つけて弱点特攻のレベル3です。で、腰のところのもう1個一番最後ですね、余っていたレベル1スロットにはここにも達人銃つけています。装備している5石は体力の5石装備しています。体力の5石外して攻撃の5石とかに変えると攻撃スキルが一応レベル7に上がるような感じになっています。ということで全身オーグガンマシリーズの装備1個作ってみたんですけども、スキルが結構ちょっと個人的になんか難しいかなと感じたんですけど、皆さんはどんな感じで使ってますか？多分他の防具と組み合わせて部位ごとに合わせて使ってる方が多いのかなと思ったんですけども、自分もなんか新しいの作れないか他の装備といろいろやってみようかなと思います。ということで今回は短いですけれども、こういった感じとなっています。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。